吉田さん、そうは言ってもねなかなかそんなうまくいかないですよっていう言葉もよく聞くんじゃないかなと思うんですよでも一人でね稼いでいくとかそれで生計を立てていくとか家族を養うとか YouTube 一本でやっていくとかで少ない再生数でもちゃんと売り上げを100万200万300万と上げていくっていうのはそれはなかなかそうはいかないですよでもそのなかなかそうはいかないところに挑戦しようとしてるのに何か アクションを起こそうとするたんびにいやなかなかそうはいかないよねっていう風に思うようだったらなかなかそうはいかないでしょうね、うん、でもなかなかそうはいかないけれどもでも可能性がないわけではなくってねいけるわけですよねそのなかなかを通り抜けるとまさに一部の人になるためにこの道に入ったわけですから一部の人になるためのことをやればいいだけなんですよねそれで一部の人になれないっていうもちろん結果もありますよ、うん、だけども じゃあ今の暮らしを続けていて一部の人になれますかって言ったらまあ無理ですよね。そうなってくると例えば <laughs> 平凡な先輩平凡な上司その人の功績をなぞるのが精一杯でよくてその人と同等例えば5年先輩10年先輩と同じ5年先10年先が待っているよくてねでも悪ければその業績の伸びで先輩や後輩の下にいて自分の業績も伸びずに 引いいてては会会社社の業績を伸びずに、にライル負けて終わりととうことですよね。だから何かねその私がサラリーマンだった時に会社を離れてもや,るやれる能力をつけるそのために会社を利用して自分のことを鍛えていけっていうことをねよく言われたんですよね、まあ、まさにその通りだと思うんですよあの会社がいなければどうなっちゃうんだろうっていうふうな人生を送ってるってことは会社依存自分の力で生きてないんですよねこの会社がなくったって別に大丈夫ですと たまたま今この会社に属していて、その会社の資源を使わせてもらって、自分のパフォーマンスを最大化しているけども、でもそれがなくなったところで、自分のことを使っていくのは同じなんで、うん特にそんなに大きくは困りませんよってことでしょうね。本来そうあるべきなんでしょうね。お金を稼ぐっていうのは、自分でやることなんで、自分で使う部分を自分で作ることなんで、まあ、当たり前っちゃ当たり前ということですね。その方法が分からなければ、じゃあ、 学びに来ててくださいってことですよね実際にそういう暮らしをして10年私も生きてるわけですからどうぞおいでくださいってことなんですよ。でおいでくださいに「いやいやでもね」っていう人はじゃあその「デモの人生を続ければいいんじゃないですかってことですよね、うん。やってみてダメなことはありますよ。でもやらずにそれがダメだかどうかは分からないっていうところなんじゃないですか。やってみなければ分からないってことをね分かっているならやってみることですよ。 やってみなければわからないと思っているのにやっても見ないんだったらずっとそのままだろうなと思いますね。